はい、ということで、EX47 ヤンマー白洋さんの方でね、はい、撮影させていただいております。もう EX の特徴、この後ろのドア部分の、フォトイレですね、はい、お手洗い移送スペースになっています。はい、じゃあちょっと今バウ周りが開いたのでバウに行ってみましょう。ヤンマー EX というとフラッグシップのモデルですね。はい、この辺りキャスティング用のデッキ非常に広いですね。もう3人4人はこの上で、釣っていけるんじゃないでしょうか。はい、ここ、はい、ここもアンカーも入るんでしょうし、いろんなストレージとしてね使うことができると思います。ここは多分アンカーだな。ここはおそらく貫通してる、そうですね、はい、この中が導通してるストレージエリアですね。でバースプリット割れてるものになってますね。まあ、ちょっとこれ、発売また夏頃という話だったので、まあ、どこがオプションでどこが標準かは全然まだ分かんないんですけど、はい、後ろを覗くとこういった具合で、EX46 のキャブに近いのかな、おそらくこの感じの作りが。そうですね、はい、ここにタックルボックスだったりクーラーボックスも多分120リッターぐらいはドンと置けそうなスペースがありますね。レールもこう腰下高い位置で入ってます。で、ここステップ2段で、ここの部分レールがないんですけど、ただまあ膝上で支えるようになるので十分安心してどうの間でも釣りが効く、そんな作りになってますね。で、非常にここウォークアラウンドの横幅が広いですね。ここですね、釣り船としても十分やっぱり使えるように作ってますね。こういう小物入れオープンガンネルの下に作ってあります。はい、当然オープンガンネルですね。はい、でこういったスカッパーですね、これ結構もう外される方が多いんですよね。ここが詰まっちゃって転覆っていうのもたまに聞くので、はい、まあ、こういったものは生活についてあとストレージ類で、ここは多分カジノ、はい、アクチュエーター類があるところですね。はい、でラダーの、はい、点検口ありますね。で、EX、まあ、30フィート超えてくるとこういったところにシンクついてくるんですけど、これがオプションなのか標準なのかちょっとまだ分かんないですね。で、室内失礼させていただきます。ちょっと他のお客様もいらっしゃるのでなかなか駆け足での、紹介になって申し訳ないんですけれども、はい、フルノのナブネット、TZ3 ですね、TZT19F 19インチのものをですね、はい、こういった具合であります。参考出典ですね。はい、で、マルチクラスターとあと、当然 TZT なのでフルノさんのリモコン類、それからマロルの多分これ、オートパイロット類でしょうね。はい、で、電子スロット類になってます。それから、スラスターですね、エアコンだったりこのシート類、テーブルなんかもですね、これ今あのシートになってますけど、これ取り外してこの足を伸ばせばテーブルになるというところで、あとここもタックルボックスが入るんですね。はい、配電盤こんな感じになってます。これ配電盤隠したりすること多いんですけど、今回これシースルーで見えるんですよ。これはこれでかっこいいな。僕結構メカメカしくて好きですけどね。で降ります、バウバースの方行きますね。はい、こんな感じ、さすが47、めちゃくちゃ広い。まあ、今回ソファーそれからテーブルになってますけど、多分ここで十分寝れるので、船中泊本当にこれなんだろう、マグロ狙って、3日4日進むなんてことは余裕でできると思います。はい、で運転席下ですね、ここがはい、こんな形で、トイレですね。はい、ここおそらく、荷物スペースかと思います。はい、開いた。はい、こんな具合ですね、クロークとしても使えるんじゃないかな。はい、ライジャケ入れたりとか小物を入れるスペースができてます。ここあと棚作ってありますが、多分シンクとして使おうと思ったら十分使えると思います。そういった偽装もできそうな、はい、スペースが取ってありますね。はい、ここも救命胴衣が入ったりするでしょうし、よいしょ、ここもドライエリアとしてストレージが、はい、使えそうです。
まあ本当あの参考出展からですので、どこまで実現されるかは未知数なんですけれども、非常にワクワクする作りになってますね。はい、ということで、ざっとなんですけど、EX47 ですね、ブランニューの参考出展の船見せていただきました。ヤンマさんありがとうございます。